連絡会議、何を話し、何を決め、誰がどのように判断をしたのか、議事録まだ出ていませんが、なぜでしょう。まずは感染拡大の防止に全力で取り組んできているところであり、これまでの記録を整理し、作成するため、今少しの実感的猶予をいただきたいと。根本さん、作成を義務付けるために公文書管理のガイドラインに基づく、歴史的緊急事態の指定をいつ指示しますか。安倍内閣総理大臣、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案を提出するのに合わせて、政府として今般の事態を歴史的緊急事態とすることとしたいと思います。歴史的緊急事態は公文書管理のガイドラインに基づくもので、国民の権利を制限する緊急事態宣言とは別のものです。安倍総理は連絡会議は省庁からの説明を受け議論する場であり、政策決定はあくまでも対策本部で行っているなどと強調しました。歴史的緊急事態に指定されても政策決定を伴わない会議については議事録の作成は義務付けられていません。